どうもこんにちは、宮古島です。今日はですね、アメバタワー、これ見てください、アメバタワーです。で、何をしにここに来てるかというと、はい、今ですね、すごい有名な方がいるんですよ。うん、白さん、知ってますか？朝倉未来を倒すっていうことで、うん、張り切ってる。あー、なんか言いよったね、そういうやつね。なんかそういうのいいっす。普通に喋ってください。なんかいるね。はいはい、なんか合図の伝説とか自分で言ってる人が。そうです。うん、まあ前置きちょっと長いんで早速紹介したいと思います。どうも、自己紹介お願いします。まあ合図の伝説の久保田さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。伝説です、はい、伝説を生で見てます。結構背高いですね。175とかですか？あー、もうそうですね、そのまま。プロフィールは一通り、はい、拝見させてもらったんですよ。はい、175ですね、はい。で、格闘技は？格闘技は、まあ、本当遊び程度でちょっと地下格闘技は出たことあったんですけど、はい、まあ、正直、まあ、なんかちょっと動画も回っちゃってるんですけど、そこまで、なんて言うんだろう、格闘技のちょっと戦歴は良くなかったんですけど、うん、まあ、別に今回とはちょっと関係ないんで、ルール、うん、そこはちょっと別の話です。あの、ストリートファイトってことなんですけど、はい、リングみたいのは一応あるんですか？いや、まだちょっと詳しくは聞いてないんですけど、なんか、はい、リングっていうか、ちょっと薄いマット引いて、なんかそこでやるっていう話は聞いたっすね。あ、なるほど、はい、これもちろんつけたりはしますよね。まあ、一応つけるって話ですけど、正直俺いらないんですけどね、本当に。凶暴ですね。うん、喧嘩は強いけど総合格闘技は弱い。なんかそれはちょっと余計だったから。グローブつけてたら違うんですよね。なんか数々の伝説があるっていうことだったんですけど、はい、はいはいはい、あの武勇伝的なものって。武勇伝ですか？はい、もう逮捕歴が10回ぐらいあるっていう。まあ、ありますね、お聞きしてるんですけど、はい、武勇伝ですか？はい、どんなことをして。まあ、本当に正直、はい、なんかその本当にヤバいのってあんま言えないんですけど、うん、やっぱ大体そのあのオーディションで言ったのが言える範囲かなと思って、あれでも言える範囲かなと思ってます、ね。うん、まあそうですね、全然刃物で刺すのはもう日常茶飯事だったんで、うん、はい、だから正直やっぱりその素手の喧嘩っていうよりは正直俺武器の方が飛びっすね。なるほど、はい、これはじゃあ P ですね。ちょっと今回武器屋あるか分かんないですけど、はい、大丈夫ですかね。武器なくたって、だってもう俺もこの根性がもう武器だと思ってるから。なんとでもなりますよ、勢いで。なるほど、はい、あ、でもあれか、会場がもう自然だから何があるか分かんないですよね。うん、はい、でそこに例えばね、得意の木の枝があるかもしれないし、はい、そうですね、仲間呼んでなんかちょっといろいろ作戦も考えてもいいっすよ、ね、正直。ああ、分かんないです、乱入しろみたいな。はい、なんかね、本当はダメなんか知んないですけど、何でもありだと思うんですよね。確かにね、普通に格闘技やって勝てるわけないですもん、普通に考えて、はい、木の枝で、はい、これしちゃった人は、はい、今どうなってるんですか？いや、全然連絡取ってないですね。連絡まず名前もわからないですね、正直。どうやってそういうシチュエーションになったんですか？女性関係ですかね。あ、はい、女性関係ですね、はい、男はね、女性関係で、まあ、そうですね、ありがちですよね。結構自分彼女とかやっぱあのなんて言うんだろう、その大事にしちゃうんで、うん、はい、やっぱその辺は厳しいですよね。なんかあれじゃないですか、シラフさんより、シラフジャンキーよりも全然シラフジャンキーじゃないですか。シラフさんも名前を。うるせえよお前、継承した方がいいんじゃないですか。うるせえよ。わかんねえよ、気合が違います。カメラ回ってないところでどうか知らねえじゃん。普通かもしんねえよ。いや、やりたくねえなとか言ってるかもしんないよ。絶対勝てるわけねえじゃんとか言ってるかもしんないよ。それはダメです、夢を壊してない。そもそもなんで出ようって思ったんですか？いや、なんか正直その、はい、なんていうかな、まあ、その子供のためとか、うん、YouTube では言ったし、あとやっぱ本当の男と拳を交えたいっていう風にも言ったんですけど、うん、一番最初にそのなんだ今回応募したのはストリートファイトで勝ったら1000万って名前だけで正直応募しちゃったっすね。あ、これに目が合ってます。
いや、お金っていうより、うん、ストリートファイトってなんかこれテレビでやっていいんかなみたいな、なんかすごい、今までの中では結構なんかすごい変わった番組だなと思って、ちょっと自分の結構自分も日陰者だったんで、この自分のストリートファイトをみんなの前で披露できるいい機会かなって思ったんですよね。ここで一花咲かせようと。そうですね。大丈夫ですか？いや大丈夫でしょ。誓約書書かされますよ多分。大丈夫ですよ、ね、何でもいい。ここまで来たら何でもいいですよ。 YouTube とかはやってないですよ。 YouTube 地元自分のチャンネルで地元で昔ちょっと本当カジル程度にふざけてやったことあったんですけど、はい、その時いたカメラマンがちょっといろいろあって捕まっちゃって終わっちゃったんですよね。いやまあ今のところやる YouTube やるっては考えてないですね。全然もったいないですね、はい、今バズってるから。あちょうどチャンネル作ったらそのままの勢いでいくんじゃないかな。なんかみんな言ってますけど、だから多分自分そういうの向いてないと思うんで。いや向いてると思いますけど。向いてないと思うんで。すごくそういうやってほしいっていう声があるんであれば、うん、ちょっと考えますね。誰かだから設定とかやってくれるやついねえかって。設定いやまあそうですよ。自分機械にも弱いんで、まあ、でも結局そういうことですよね。だからさ一緒にやってくれる人もいればいいし。だってこんなに若いのにさ。ツイッターやった方がいいよって言ったらさ、はい、ツイッターってどうやるんですかって言われたからね俺。ツイッターインスタはやってたんですけど、インスタだけしかやってなかったですね。TikTok もちょっと登録だけしてるんですけど、なんか偽物の方がフォロワー増えてます、ね。はい、俺じゃないやつ。それがさ、そうツイッターより Facebook の方がいいんじゃないですかとかいきなり言ってきたからね。それはおじさん世代。ちょっと江戸時代ですね。江戸時代。インスタしかやってこなかった。インスタと LINE はやってます。 LINE LINE はやってると思います。みんな Twitter じゃあ貼っときましょうか。 Twitter そうですね、はい、本物 あのちょっと偽物もいるんで本物のみんなでちょっと Twitter でさ始めたけどまだ一回もつぶやいてないじゃん。はい、なんて喋っていいか分かんないんで。侍ってことですよ。うん、戦うことに明け暮れて。だから江戸時代から来たんですよね。何を言ってるの。大正から。それか明治ぐらい行ったのかな。本当バカにすぎっすね。やばい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 。じゃあこの辺にしましょうか。はい、じゃあ日にちが11月の20日ですね、はい、生っすね。見れる生放送だ。アベマの、はい、だペーパービューチケット買わないといけないんですよ、有料で、うん、そうなんです。それが結構高いんですよ。おいくらですか。僕は見ようかなと思ってるんですけど、4000円ぐらいしたんですよ。4500円です。だから、はい、もしかしたらそれ売れ行き次第では前日に値下がりするかもしんない。ああ、なるほど。あ、一回アンポルキアの時そうなったんですよ、はいはい、そしたらみんな買ったんですよね。ああ、なるほど。いや自分は見ようと思ってます。あ出てくれてまあ俺も買いますよ、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、ツイッター貼っときます。あと11月20日、本気で入ってくれて、はい、すいません、ありがとうございます。はい、楽しみにしてもらえればと思います。よろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございます。こちら250番さん、YouTuber の方なんで、皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。